様、聞こえますでしょうか。ちょっとマイクの位置をニャ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 のすニャ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 、はい、よいしょっと、聞こえますか。聞こえてます、いい子、ありがとう。はい、やった、よっしゃ、いい感じ。よしよし、素晴らしい。違いますよ、これはちぎり、耳がちぎられて机の上にじゃないんですか。これね、お手手を温めるためのマフみたいなやつです。藤高さん、スーパーチャットありがとうございます。食いしん坊宮蔵の胃腸薬代表としてありがとうございます。あと始まる前にね、ちょっと待ってね、ミッフィーさんからもスーパーチャットをいただいておりまして、どれで見れるんだっけ、ちょっと今日ね、めちゃくちゃね、忙しくってね、ちょっとぼんやりしてるから、ちょっとぼんやりやりますけど、ちょっと付き合ってください。のびり。恵方巻き台の足しにありがとうございます。恵方巻き台いただきました、ありがとうございます。ファミヤ来てくれてありがとう、ファミヤ。というわけで、じゃあ大丈夫そうなので、始めていきたいと思います。はい、皆さんは秘密基地へようこそ。と、秘密基地の主にあたる声優の宮沢と申します。よろしくお願いします。今日は節分です。節分ってちっちゃい頃は豆まきしてお豆食べてみたいな、そういう行事だったと思うんだけど、なんか最近さ、SDGs とかの兼ね合いかな、あんまり豆まきをさ、しようみたいな、なんかムーブなくない？ムーブって言うとあれだけど。あんまそういう話さ、ないよね。なくない？なんか。割と最近は、恵方巻き食べて、みたいな。今日みたいに、どこの食品系のお店も、恵方巻きをしててさ、恵方巻きを食べて、ちょっと一年元気に過ごそう、みたいなね。そういう感じかしらね。イオンのスーパー、とてつもなく、行かずの恵方巻き、気が打っててびっくりでした。豆回収するのがめんどくさいですしね。そうなの、昔さ、子供の頃、お母さんと豆まきした記憶あるんだけど、ベランダの多分に投げたやつとかね、拾ってくれてたんだよね、親がね、きっと。すごい申し訳ないことをしたなと今は思ってます。ごめん、ありがとう、お母さん。出勤。止まって入りを直しました。あれー、ゆちぶくんちょっぴりあれかな、ご機嫌斜めかな。ありがとう、着直してくれて。マックより食べる重視ですかね。ラカセを投げたの懐かしい。千葉県民とか北海道民とかの方ですかね。こんばんは、恵方巻きこの前食べたな。早かった。この前だった。早かった。あ、ベイビーが降ってきた。恵方巻きの廃棄の方がよっぽど食品ロス。確かにね。作りすぎても良くないよね。今回はあれです。予約して買ったので、ちゃんと、なんというか、それを私が食べるので取っておいてくださいということで、食品ロスにも貢献しているような、していないような。落花生なら回収して食べれる。なるほどね。鳥の餌になってたな、豆。そしたら鳥ちゃんからしたらね、ラッキーだったよね。
そうかそうか、みんな鳥の餌にねしてた。女の子に食べさせてウヒヒっていうお座敷遊びが残って本来の豆がなくなってきているのか。アダルトなご意見をいただきました。違うでしょ、なんかその年の健康とかを祈願してさ、恵方に向かってお祈りする儀式でしょ。春になって雪が溶けると庭に豆が見つかったりしますね。そっか、自分ちのお庭だとね。お片付けしなきゃだね。最近は廃棄ロスを減らすために予約分だけ作るところも増えてきてますよね。それでいいよね。当日分だけちょこっとね作って、あとは予約の方にっていうのが一番いい気がする。でももう予約もギリギリにやろうと思って、店頭での予約終わっちゃってて、セブンミールさんでしかみやぞんも予約ができなくて、今日ギリギリまで。わかんないです。セブンミールさん使ったことないから、いつが昼帯なのかわかんない。ざっくり昼夜でしか書いてなくって、配達時間が昼って書いてあっても、でもわかんない、昼って言っても人によって何時まで昼かわかんないしなと思って、ちょっと準備ができるかわかんないから、ギリギリまでね、やりたいですって言えなかったんで、もうちょっと計画的にちゃんと予約をしてね。何日か前から言っておけば一緒に同じものを食べてたかもしれないとかね、そういうのもありました。申し訳ないですね、本当に。2月のこの時期ってね、多分ね、一番忙しい。いろんな準備してて忙しくてね、私は繁盛期だから。ちょっとぼんやりしててダメですね。5種類はびっくりしました。なんと5種類売ってたんだもん。せっかくだから、どう、なんか比べてみたいなって思って。お、初見の方がいらっしゃってくださいました。札幌の誠さん、宮沢さん、初見です。ハニヤです。可愛いイラスト大好きです。ありがとうございます。ウルトラハッピー。ゆっくりしていてくださいね。ショッピングモールの寿司テイクアウトも恵方巻き特需でしたね。肉屋さんでも恵方巻き売っていたので買ってみて食べましたが、めっちゃうまかったです。いいな、いいよね。やっぱり恵方巻きを買おうと思った時に、宮蔵ね、やっぱりね、海鮮、いい海鮮入ってるやつを食べたいなって思っちゃったんだけど、肉のやつのもね、いいよね。新大阪駅のセブンに神戸牛の恵方巻きがあって先日知ってました。うおー、うまそう。いいね、恵方巻き巻いてきました。巻いちゃダメでしょ。あれか、作ったから食べてって渡してきたってことかな。恵方巻き違うよ、豆と違うよ、恵方巻きは。ダメだよ。 M な男性は女性に罵られながら豆をぶつけてもらって喜ぶそうです。違う、違うプレイなんだよ。節分にカゴつけたなんかのプレイなんだよな、それは。まあでも楽しいならいいですけどね。楽しいことしてほしいとは思うけどさ、ひっそりやりな、そういうのは。ね、ホタテ入ってるの買うか悩みました。美味しそうだね、ホタテ入ってるやつね、豪華のやつね。はい、というわけで恵方巻き、今年の恵方は東北島らしいんですよね。ほいで、宮蔵が配信しているバーチャル秘密基地の今の位置からですね、恵方を向こうと思うとですね、全く聞いたらごめんね。こうしてここまで行かないと恵方向けない。
だよね。あ、ケースに戻ってた。これ以上は行かれないってなって。ね。しないと恵方向けないんだよ。みんなの家ではどうですか？東北と測りました？年一なんですよね。この日だけ私スマホに入っている方位磁石を使います。この日だけ自分家がどっち側向いているかとか、普段ねあんまり考えないで暮らしてない？そんなことない？今この画面での異変は宮沢さん向いてる。たまたま画像がね。宮沢が異変です。みんなの異変です。ね、確かに矢印が宮沢を指している。左下の東北東っていうやつがね。恵方巻きを食べるようになったのは2001年頃からですね。そうなのか。ここには今日は今日本当にねギリギリに用意してたからね。ブラウザーとかを用意する時間がなくてね。よいしょ。よいしょ。でもここでいいんじゃないっけ？ちょっと。これを。これじゃないの。これじゃあねえな。ウィンドウキャプチャーで。ぼんやりしてて頭が働かない。もう、あった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 。ちょっとね、今日は、この、よいしょ。まずは、こちら、セブンイレブンさんの恵方巻きページ見ていこうかな、みたいな感じです。じゃじゃん。はい、こちらです。もうねずっとこの画面見てた。待機しながらずっとこの画面見てた。ふーん、うまそうじゃんみたいな気持ちで見てた。はい、というわけで今年のセブンイレブンさんの目玉はこちらのね、キューベイさんと柿安さんのコラボ。プロのこだわり抜いた厳選具材の恵方巻きなんでございますね。銀座キューベイ監修。ちょっと止まってほしい。よいしょ、読めない。銀座で80年以上愛される寿司の名店素材の味が楽しめる恵方巻き。こだわり具材の味わいが口の中で大きく、そのためにはシンプルがベストであると5種類の具材を厳選。秘伝の配合のタレで焼き上げた香ばしい風味でボリューム感のある焼き穴子。自然な甘さとふっくら感が特徴の卵焼きに加えて、ほのかに甘いボイルエビ、甘辛く炊いた椎茸、歯ごたえの良いキュウリを使用。さらに、生っちゃった。さらに、味のアクセントとなるイクラを盛り付け、イクラだー！巻き上げることでシンプルでありながら華やかな恵方巻きになりました。名店がこだわり抜いた至高の一品。お寿司の味を決めるシャリの原材料にも最大限こだわりました。厳選したお米、かっこ特 A と、有明さんの海苔を使うことでグレードアップし、味の決め手となるお酢は、今ちょっと笑っちゃったのはね、私が開けるときに海苔ビリビリに破いちまったんですよ。開けるの難しくて。
ちょっとでいいノリだったんだなって思って、ちょっと申し訳ない気持ちになったという話です。味の決め手となるお酢は銀座キュウリ映画3代にわたって使い続けているものと同じものを使用。素材が持つ自然な味を引き出した名店から合格をいただいた一品ですと監修していただいたんですね。はい、こちら銀座キュウリ監修恵方巻きご用意してございます。そして次がこちら柿安さんの監修。柿安さんは150年以上の歴史を誇る肉の老舗と。んで、すき焼き。みんな大好きすき焼きの柔らかさと旨味を徹底的に追求。安心安全のため、加熱殺菌でどうしても出てしまう肉の硬さや油の浮き出し。作りたてのすき焼きにはない難題です。柿安本店の全面的な協力のもと、セブンイレブンの工場で柿安本店のすき焼き作りを再現。追加の加熱工程をな、あ、違う違う、加熱工程をしなくてよいよう工程を見直した上、余計な油を丁寧に除去。ふっくらしっとりとした炊き上がりを実現しました。大丈夫ですよ。美味しそうですね、もう文字からね。美味しいが伝わってきますね。はい。肉の老舗の深い味わいと。料亭柿安の看板メニューであるすき焼きの割り下は、三重県の醸造所で丹精込めて作られたたまり醤油を使用。深みのあるたまり醤油の味わいにみりんやだしなどを加え、お肉の美味しさを引き出すように仕上げております。その柿安の味わいを酢飯とのバランスを考えながら恵方巻き用に仕上げた肉の老舗監修の贅沢な一品でーす。わー、パチパチパチ。こいつは楽しみだぜ。はい。よいしょ。これなんかね、ちょっと面白かったのが、今見えてると思うんだけど、これね、頼もうと思ったら、なんと、場所によって牛違うの。販売地域北海道、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄県では神戸牛を使用。販売地域福島県、関東、東海では松阪牛を基地使用。で、青森、秋田、岩手、宮城、山形県では米沢牛を使用。だから、本当に全部食べようと思ったら、あちこち行かないと、柿安さんの和牛すき煮の恵方巻きの食べ比べできないの。すごいよね。おこだわりがすごい。ね。はい。びっくりしました。で、ここからは、なんか、割とノーマルなやつね。お子様にも大人気の具材。エビとツナのサラダ恵方巻き。これも買いました。そしてみやぞんの待望の海の幸海鮮恵方巻きも買いました。そしてこちら七品目の幸福恵方巻き。やっぱり七福神にならや、ならえて、なぞらえてなぞらえて七品目なんですかね。具材はつやき卵、かんぴょう、きゅうり、あなご、しいたけにおぼろ、れんこんだけ。はい、こんな感じでこの5種類をですね、本日は、出てね、なんでだ、ウィンドウキャプチャーされていなかったね。あ、なんでだ、なんでされていなかったね。私めっちゃ読んでた時全然出てなかったってこと？なんでや？ちょっと待ってくれ。よいしょ。あれ？出た。あれ？出てた？出てなかった？宮沢さんすみません。お先に恵方巻きいただきます。召し上がれ。あれ？出てた？あ、出てた？よかった。なんか今消えちゃっててびっくりした。よかった。みんなに説明してるけど、みんなは宮園の声しか聞こえていなくって、何言ってっかわかんねえなとかなってなくてよかった。説明をしていたつもりが、
まあ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 、まあよし。というわけでこちらご用意しました。じゃじゃん、5種類持ってきてくださいました。セブミールさんがありがとう。昼に、ちゃんと昼に持ってきてくれました。じゃじゃん、上から見たやつ、横から見たやつ、キャッキャッでかい、これ思ったよりでかくてびっくりしました。ちなみにこれ、このチャンネル別に大食いを推してるわけではないので、私は食べられる、自分が美味しく食べられる量を切り取ってありますので、それを食べ比べていきます。もちろん明日も恵方巻きを食べます。だから安心してください。ちゃんと全部食べますけど、みんなの前ではこれ全部食べるまでやめられませんとかじゃないので大丈夫だからね大丈夫だからね。心配してくれてる子たちがいたんだけど、まあ、いつもそうじゃん。ハンバーガーとかも半分に切ったやつとかを食べてて、また次のご飯とかその次のご飯とかで、最終的にはその全てのカロリーを体に入れることにはなるんだけど、一度に全部入れてるわけじゃないから大丈夫だからね。いや、そう、健康に留意して、今日もルテインとビタミン D のサプリが届きましたちゃんとね、体が健やかじゃないとみんなと楽しく配信もできないからね。スタッフがこの後美味しくいただけるスタッフいないんだよなスタッフはいないんだよな。えほまきゅきゅですって、いいのいいの。お家でもね、実はね、巻いて昼間やりました。静かに恵方に向かって食べるは一人でやりました。スタッフ、かほみやぞうさん、そうですね、スタッフ、猫の手のもなかくんには食べさせちゃいけませんしねはい、というわけで、まこうやって買ってきましたよというのをね、一旦みんなにお見せして、そして今日もカメラくんをよいしょっと用意しているので、猫ちゃんね、来てくれるときはね手伝ってくれるけど、別にね、会う人もよいしょ、大食い中わけじゃないから、よいしょ、手伝ってって言ったら手伝ってくれるけど、よいしょっと。はい、というわけで、よいしょ、ラップをね、外して、よこしょ。はい、じゃあ手元のカメラをつけます。よいしょ。よ、お、出た。イエーイ、ピース。こちら、しっかり。よいしょ。こっちから、キューベイさん。かきやすさん。伝説の一品とかで、海鮮7品目、エビとツナ、書いとかないと分かんなくなるからね。あとこれわさび。納豆の広告が入りました納豆巻きも美味しいよねよいしょ、ちょっとね、お箸滑らないように、ちょっとでも滑らないようにと思って、割り箸、紅生姜はね、途中にこう箸休め的にね、ちょっと食べて次に行くみたいにしようかなと思って。さてね、もうどれも美味しそうなんですよ。やっぱでもね、キューベからかな、キューベより柿安さんの方が味が濃いそうだから、味が濃いやつ後の方がいいよね。これすごいちゃんとね、みんなこのなんていうの、ピーってやってさ、パカーってやってさ、おのりがパリパリちゃんとするようにこう巻いて、食べる直前に巻いてみたいな感じで、私も一応ね、配信の直前に
解き放ったんだけど、これがだからキューベイさんのやつが一番難しかったの。ちょっとなんかここを切ってこう開けてこれをこうしてみたいなのが多くてよく分かんなくてうほってなってうほってなってる間にちょっとねあのちょっと傷つけてしまいました。あの大事なおのりをこだわりのおのりをちょっぴり恵方巻きごちそうさまでした。宮蔵さんの健康を祈っておきました。ありがとうよ、お優しい。宮蔵も普通に短いやつだけど、あ、いただきますしたら宮蔵が降るようになっているんだった。多分宮蔵の顔降ったよね今ね、生首。宮蔵ちゃんもちょっとだけ足したんだよね。とある動画視聴者さん、こんばんは。恵方巻きを食べながらも視聴させていただきます。ありがとう。もうちゃんと恵方を剥いてシーッて食べた。シーッて食べた。宮沢はね、こう、その健康とみんなの健康と幸せを祈りながらお昼に一回それはやっているので、これはもう本当に食べ比べです。キュービーさんから行こうと思います。これですね、噂のアナゴ、こだわりアナゴ。あとエビちゃんもちゃんと入っている。なんか卵もね、こだわりっぽいよね、こういうとこはね。いただきまーす。いただよー、じゃーん、いただきます。うん、これはこれは美味しい。アナゴの存在感が思いのほかある。あのアナゴのタレの味がすごいちゃんとしますよ、これ。うまっ。うんうん、あとやっぱ卵が美味しいかも。うんうん、クーリーのねフレッシュさと。うん、あ、でもどうなんだろう。あ、最後に残った、ちょっとお口の中に残ったこの卵、甘めの卵なんですけど、卵うま、卵うま。へえ、私ちょっと焼きアナゴが入ったやつ初めてかもしれないんだけど、なんか今からちょっと失礼なことを言います。思ったよりちっちゃいのが入ってんなって思ったんですけど、全然すごい存在感がありました。一口サイズに切っちゃったからね、もちろんね。それはあると思うんですけど、今からちょっとちっちゃいことを言います。ちょっと、アナゴを捨てる割にちっちゃいなって思ったんですけど、全然そんなことありませんでした。ちゃんと、アナゴのタレの味がすごい効いてて、美味しかったです。美味しかった。なんか薄くてちっちゃいなってちょっと思っちゃったんですけど、まあそれはね、ほら個人の感想だから。そうだ、しっかりと味がついてるから、小さくても存在感がすごくあるんだろうなって思いました。すごく美味しかったです。これあとでまた続き食べるのめっちゃ楽しみです。
そしてじゃあちょっとお口をリセットするためのこの紅生姜美味しい、紅生姜も美味しい。そしてお茶、いつものお茶、うさぎのカップ、ちいかわのうさぎさんのカップ。ちょっとこれから蓋しとこっかな。これしょっちゅう倒しちゃうんだ。形がね、お尻がすぼまってるでしょう。ちょっとこれ見せるね。このカップすごく可愛いの。お尻がすぼまっててね、じゃあんまり傾けてるでしょ、よいしょ、可愛いんだけど、この形が幸いしてすでに3回以上倒してる。覚えてるだけでも3回倒してるから、蓋は絶対にいる。蓋つけてるとね、全然冷めなくて、やっぱ冬にすごくいいんですけど、すぐこかしちゃう。さて、じゃあ次はやっぱかき屋さんですよね。ね、すき焼きなんだっけ。私は何を食べるの。松阪牛が入っているこのかき屋さんのすき焼きの緊張するね。行ってみましょう。どこだ、ピントがない。よし、これだ、みんな見えるか、これだ、行くぜ、いただきます。は、させていただいたと思うんですが、あのセブンイレブンさんの工場で柿安さんのすき焼きの美味しさを再現するために非常にそう研究されて頑張ったと。その2回火入れをしなくていいようにとか、油をそのうまい、うめ、余分な油をね、あの残さないようにとか、その努力が伝わってくるようなしっかりと美味しいお肉の味がするのにもかかわらずしつこくない。私ちょっとすき焼き味だから、やっぱりちょっとかなり重い感じを想像していて、だからあのやっぱりキュービーさんから食べようって言って食べたんですけど、まあ確かにね、キュービーさんよりは重いです、お肉だし、やっぱりけども重すぎない、これはすごい、うめえ、うめえな、これは。うん、すき焼き味の恵方巻きっていうか、まあ、太巻きも初めて食べたんですけど、いやー、穴子も押せたし、すき焼きも押せたなー。宮蔵ちゃんは魚と肉どちらの太巻きが好み？
これね、もう本当に今日食べる前、さっきちらっとも言ったんですけど、私毎年ちょっといい海鮮の恵方巻きが食べたくて、去年は多分寿司松さんとかにお願いして予約して買って食べたりとかしたんですよね。なのでなんだ、圧倒的海鮮派だったんですけど、なので普段ね食べないやつばっかなんですよね。これ以外、この海鮮以外。いやー、めちゃくちゃうめえな。なんだこりゃ。美味しいです、すごく。押してるだけありますね。しっかりその住み分けもできてるし、あー、どっちもめっちゃ美味しい。じゃあちょっとお口をリセットしてからエビツナを赤ちゃんだからエビとツナのやつ食べよう。見てたら腹減ってきた。何か美味しいもの食べてください。海鮮以外だとカツ系は美味しい。あ、カツ系もねあるね。そういえばね、カツ系まだ食べたことないから来年かな、ちゃんとすごいやつ食べてみたい。今来たコンミャコンミャコンミャ。いやー、今ね、なんて言うんでしょうか、今回のセブンイレブンさんのスペシャルコラボのキュービーさんと柿屋さんをそれぞれいただいたので、よかったら後でアーカイブで見てみてください。どっちも違ってどっちも美味しかった。うん、よいしょ。さて、ん？今回イワシの竜田揚げを巻いてみたんですが、衣がしっかりしてるから結構合うかも。キュウリと巻いてみたい。なんとおしゃれなことしてる。おいしそう。アイス食べながら見てます。すごいおいしそう。お腹空いてきた。おいしいよ。どれもおいしい。海鮮最後にしよう。次ビットツナいきます。まあ、こんなの、美味しくないわけないんだよ。エビとツナなんて。はい。ドアップ。ドアップ。こっちか。こっちが髪だか。これか。いただきまーす。うん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 。これはね、毎日でも食べれるやつね。エビとツナとマヨネーズで、あとキュウリ、美味しくないわけはない。本当にもう、うまっ。子供でも安心して食べられる。美味しい、優しい味。あ、ね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 、甘いね、でもね、多分、そんな酸っぱくないように調節してあるマヨネーズっぽくって、なんていうの？ツンとした感じみたいなの全然なくて、すべてが丸く優しく包み込んでくれる感じ。美味しい。美味しいです。僕はエビツナ一番好きですね。おお、エビツナ派の方。安定のエビツナ。
王道にして最高。それな、最初にエビにマヨネーズをかけた人を尊敬するそういうのあるよね。これを発明した人天才っていうね、自分の中でノーベル賞をあげたいっていうのあるよね。わかる。エビマヨは正義だな。せやな。梅ですね。次はまあなんだろうね、自分のふるさとの味を最後にするということで、どなたかも気にしていた7品目いってみましょうかね。これ途中から来た人からに説明しますと、途中に紅生姜を挟むことによってお口をリセットし次に向かうというね。本当はガリとかがいいんでしょうけど、ちょっと紅生姜しかなかったんで家にまあ同じ生姜族ということで、紅生姜はあるんだ。あるんですよ。紅生姜はね焼きそばに乗せたりしたいじゃん。あとなんか冷凍のたこ焼きとか、セブンイレブンさんの冷凍のたこ焼きめちゃくちゃ美味しいんですけど、そういう時にね岩下の新生姜さんのだと思うんだけど、確か岩下ちゃんついてたはず。これくらいの四角いちっちゃい小袋になっているパックが2連かな、2連になって売ってて、それがすごく使いやすいの。やっぱ紅生姜のパックって普通はこれくらいちょっとこれかな、これぐらいあって、で一回焼けるともうタッパーとかに入れとくしかないけど、その小分けパックのやつだとまあ頑張れば使い切れる。焼きそばに使った後に次の日のオムレツに刻んで入れるとかするともう別に全然使い切れちゃうような量だから、とっても便利です。お好み焼きに入れちゃう紅生姜美味しいよね。こんばんワイン、こんばんワインこんばんワイン、かわいい。手を巻きって誰にぶつけたらいいんでしたっけ。お口の中の美味しく感じるとこにぶつけたらハッピーになれるよ。そう、便利なんですよ。ぜひスーパーのコーナーを見てみてください。紅生姜コーナーもしかしたらあるかも。確かに岩下ちゃんついてたと思うんだよな。岩下の新生姜さんの製品だった気がするんだけど、ちょっと間違えていたらごめんなさい。めっちゃ声かわいいありがとうございます。嬉しい、褒めちっちゃ嬉しいな。かわいい声を意図して出してない時に褒められるかわいいはこう染みますな、染み入りますな。ありがとう、嬉しい、助かる情報、やった。ぜひぜひ探してみてください。余しちゃうじゃない、大きいやつだと。ちょ、それはね、いつも困ってたから、見つけた時に買ってみて感動した。これはちょうどいいって思って。新生姜の鹿のキャラ可愛いよね。可愛いですよね。イワシカちゃんって言うんだよ。それで、イワシカちゃんがいっぱい飾ってある電車とかが走ってたの。今も走ってるかどうかわかんないけど。岩下の新生姜の社長さんがエゴサーチにめちゃくちゃ強いから、すぐね岩下の新生姜のお話しするとすぐいいねしてフォローしてくれるよこれも
有益な情報そう同じ生姜食べれるけど紅生姜とかガリは苦手なんですよね。そういうのってあるよね。ちょっと違うもんね。おろしはちょっとやっぱりいろいろ繊維が壊れてるから食べやすいのかも。でも無理して食べる必要ないと思う。本当になんか食べられるものっていつかなんかある日突然あ、おいしいって思える日が来るから、別に無理して今から美味しくないけど食べなきゃなってことはないと思う。みんなだいたいここに来てくれてる人はみんなだいたい大人だと思うから他のものでね栄養取れるから大丈夫だと思うな。かわいい。お家ではイワシカちゃんとモミジちゃんがピンクの守り神としてミヤゾーアクスタを守るエリアがあります。かわいい。かっこいいさん、今度写真こっそり送ってくださいよ。みんなに見せるの恥ずかしかったらこっそり送ってくださいかわいい。いいな、ちょっといいスペース作ってくれてるピンクの守り神たちがみやぞうもピンクでよかった、仲間に入れてもらえてる。頑張って守るね、かっこいいさんち。新生姜って栃木かどうかに博物館があった気が、あ、そうですよね、そう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 、岩下の新生姜さんのね、あるのあるの、岩下ちゃんのお土産とかいっぱい買えるはずだよ。前ね、どこだっけ、多分原宿かな、行った時にたまたまコラボカフェやってて、入ったら無数のイワシカちゃんが天井から吊るされてて、あの可愛いような悪夢のようなすごい空間でしたね。いやピンクだから、ピンクだしイワシカちゃん可愛いんだから、可愛いいには違いないんだけど、でも無数のイワシカちゃんがめちゃくちゃなんていうか融合した感じになってるゾーンとかもあって若干の狂気を感じるっていうね、可愛いんだけど可愛さの狂気を感じて面白かったです。でもね、多分そこに行った時にヨシカちゃん可愛かったみたいにツイートしたら、ヨシタの新生姜の社長さんに補足されたのでみんなあれだよ、いいことを言った方がいいよ、社長さん見てるからふふふふ。前東京行った時野菜アイスの専門店があって生姜アイスを食べてみたけど意外と美味しかった。でも後味がちょっとうってなった、辛味と独特のえぐみがちょっとくるんだよね。そこがあれかな、やっぱジンジャーエールとかも最後にちょっとうっすらと苦味というかね、野菜感というかね、あれ来るから、あれの強い感じかな。ついついそういう時は守りに入ってしまうタイプだから、チャレンジャーはすごいなと思うなよいしょ。じゃあ次は乾いちゃうかね、7品目いってみましょう。さて7品目はさっき一度説明した時に読んだけど、もう一回ご紹介しますと、厚焼き卵、かんぴょう、きゅうり、あなご、あ、これにもあなご入ってんだね、しいたけにおぼろ、おぼろ昆布かな、れんこん、れんこん入ってんだね、これにはね。よし、じゃあ食べてみましょう。まずは、何かが落ちた、れんこんが落ちた、のけよ。まずはアップを見ていただいて、皆さんにしっかりと、じゃん、7品目です。七福神が入っておられますよ。いただきます。みんなが健康で幸せに過ごせますよう。に、おっこちる、おっこちる、太巻きの途中だから、おっこちる、よいしょ、はい、あー、うん、うん、
あったでしょ。と、まあ、穴子入ってるから、あのやっぱ似た系統の味がするです。でも、なんだろう。美味しいです。美味しいですけど、あの非常に。庶民的な美味しさと言いますか。キューベイさんの食べた時のような、穴子多すぎー、卵ふわふわみたいな感動はないけど、普通にめっちゃ美味しいですね。普通に美味しいです。あの日常使いな味みたいな感じの美味しさ。美味しいです、美味しいです。全然美味しい。ただ、キューベイさんのやつと一緒には食べない方がいいと思う。さすがにちょっとなんだろう、同じ穴子を使っているグループの仲間としてはやはり少々庶民向けみたいな感じな感じがしますね。そもそもお値段がだいぶ違うので、そりゃそうなんですが、ただなんかの食感としてレンコンが入ってる分シャキっていうのが加わっているので、あれかな、これキュウリも入ってるから、キュウリとレンコンで違うタイプのシャキシャキが楽しめるので、食感としてはちょっとなんかこれまでで一番シャキがすごかったです。美味しいですね。シャキは。うん。シャキシャキ感はすごくありました。全然そういえばわさび使わなかった。なんか悪いかなと思って。つい。そのお店で味付けをされているから。2週目だな。この、何かつけてっていうのは。やっぱり失礼なので、最初は独自の味付けをね、ちゃんと味わっていた、ね、お、辛い、ここ辛かった、紅生姜が辛い、辛いでしょ辛いでしょ、なんか辛いのに当たりました。びっくりした、あーびっくりした、思ったよりめっちゃ辛いのに当たってしまった。あるよね、たまにねあるよね、なんかその当たり外れみたいなやつあれと一緒、ししとうとかと一緒で、なんかあるよね恥ずかちはぁ、ひひひひひひ、食レポうまいね。だってまたお礼褒めれちゃいました、ありがとうございます嬉しい、あー辛かった、びっくりした、まだ辛いわ、ちょっと待ってあー、これは辛かった、ふう。そして最後はこちらは海鮮ですね。海鮮は何が入ってるかと言いますと、おー、いいですねー、ホタテ、サーモン、イクラ、厚焼き卵、キュウリ、
大葉。いいじゃないですか。これは美味しそうですね。ベリーグッド。まずホタテもサーモンもイクラも好きですからね。こいつは期待できますぞ。海鮮ってでもこれ多分味、ちょっと失礼、ちょっと失礼。何なんだろう。ちょっとお醤油つけてもいいかな。ちょっとだけお醤油つけて。ちょいちょい。ちょっとだけお醤油つけよう。ごめんね。そのままの味でって言ってたけど、海鮮にはちょっとお醤油。すみませんね。ではいただきたいと思います。じゃーん。今日のカメラの位置いいな。すごい見せやすい。ここです。こんなです。美味しそうですね。それにしてもどれにもちゃんなんかキュウリが入ってるイメージありますね。いただきます。うん、美味しく吸収します。これはイクラがプチッときた時の感動がありますね。おいしい、おいしいですね。ホタテ、ホタテ探しちゃった最初、すごいこうやってホタテをこうやって探しながら。ホタテどこやろ。サーモンがやっぱいっぱい入ってて、ホタテは多分なんかピンポイントで入ってるっぽくて、ホタテを探しながら食べましたが、美味しいですね。美味しいけどあれかな、海鮮食べるんだったらやっぱお寿司屋さんのやつの方がいいかな気はしますね。でも美味しかったです。はい、美味しいな。美味しかったです。もっとみちみちにイクラが入ってるやつとか食べたい。イクラが好き。魚卵、あー魚卵。今年はね、今年っていうかこの冬は筋子を自分で醤油漬けにしてみようと思ったんだけど、意外とそうなると、そうやって見てると筋子に出会わなくて、まだできてないんですよね、結局のところ。この話を、この間もしたような気もするけど、あれからやっぱり筋子に出会えていない。ふぅ、美味しかった。エビとツナには卵入ってなかったかな。あ、そうだね、エビとツナには卵入ってなかったかも。よいしょ、どうだろう。いや入ってた。エビマヨネーズ、カニカマ、ツナマヨネーズ、厚焼き卵、キュウリだ。厚焼き卵とキュウリはなんか結局全てで出会ったかも。厚焼き卵、きゅうり。
厚焼き卵、キュウリ、キュウベイさんのだけ卵焼きっていう表記だけど、まあ卵入ってて、今回5種類食べさせていただいて、すべてに卵とキュウリは入ってたし、今日家で作った恵方巻きも卵とキュウリ入れた。これはもしかしてすべての恵方巻きには卵とキュウリは入ってたりするのかな。ちょっと興味が湧きますね。関東ってスジコ高いですよね。そう、高いよね。なんかあの手頃な値段のやつ出ないかなって見ているんだけど、なんて出ないね。なんかベラボーに高いのとかももちろん出会ったんだけど、いやなんかベラボーに高いやつはほら私向けじゃないじゃんって思って。めんどくさいんだよね、ちょっとね。でも塩水で洗ってみたいな、一回ぐらいやってみたいなって思って。イクラをバラす前のやつがスジコですね。ピロンピロンピロピロさん、こんばんは。たまにピロンピロンピロピロさんが来てくれるときに、あの別にね、普段ね、あの名前を呼んだり呼ばなかったりなんですけど、口に出したい日本語すぎて読んじゃうんですよね、お名前を。ピローンピローンピロピロさん。ごめんなさい。人様の大切なお名前をネタにしてしまってすいません。でもなんか口に出したい日本語すぎて喋ってしまう。すいません、ありがとうございますって言っていただいてる。優しい、ありがとうございます、こちらこそ。というわけで、5種類いただきました、ありがとうございます。セブンイレブンさん、どれも美味しかったです。でも、人に勧めるんだったら、そうですね、まあ年齢による、働き盛りのメンズには書きやすかな。で、お魚が好きなタイプのメンズにはキューベイさんかな。あとガールズで、ボーイズ、まあ、ベイビーズにはエビとツナかな。子供にすごくいいと思った、あのマヨネーズのツンとした感じが抑えられているのがすごいいいなって思って、私はマヨネーズのあのちょい尖った感じが好きなんですけど、子供さんそれがダメとかね、あのマヨネーズ苦手な方はそれがダメっていう気がするんですよ。私も昔お酢そのものが苦手だったんで、酸っぱいの嫌だなっていう頃があったから、そこに配慮されているのはエビとツナすごいなって思いました。もうみんなペロン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 に帰りしようよ。いやパクっちゃダメ、パクっちゃダメだよ。パクっちゃダメだよ。く、語感がいい名前の方が宮沢さんがに喜ばれるのか。ひづきさん、ひづきさんじゃなくなっちゃったらびっくりするからやめて。そう、すごいなと思いました。あと7品目のやつもすごく、普段使いっていうか、スーツじゃなくて普段着みたいな良さがあった。海鮮もそうかな、おしゃれしてない気取らない良さみたいなやつがありました。こっちはね、おしゃれって感じ、やっぱり。さすが、特別なコラボでしたね。ちなみにこちらに、あの、お届け明細あるんですけど、5種類全部買って、3918円。持ってきていただいたんで、消費税が 8% で、こんな感じでした。はい、キューベイさんのやつがやっぱ一番
お値段張りまして1200円、かきやすさん950円みたいなね。だいぶちょっとお値段には差がありますが、まあそれだけのことはあるかなみたいなね、お味でしたね。はい、よいしょ。そしてこれ見て、可愛くない？さっきちょっとね、ツイッター成瀬の方のツイッターでちびちゃんたちに取り順取ったんだけど、宮沢ね、お豆がね、まあ、大豆は食べれるんですけど、あの基本的にお豆が食べられないタイプの VTuber なんで これ初めて見て、あ、ボーロだったら食べれるって思って思わず買ってしまったんです。福巻きボーロ、まかないで食べますけど美味しそう。いいよね、赤ちゃんでもさあ、兄弟がやってたらさ、一緒に食べたくなっちゃうかもしれないし、でも赤ちゃんだったらお豆食べれないしとかになるでしょ。かわいいでしょー。ちょっと食べてみよう。よいしょ、言います。ちょっとね、あのこれ4連になってたんだけど、ちぎるの失敗してこれ開けちゃったから食べなきゃいけないしちょっとね、よいしょ。まあいい色、わかるかな、優しい色に焼けてる。ちょっとこれ黄色くずっちゃう本当はね、あのベージュの可愛らしい、なんだろう、パン屋さんの優しく焼けてるパンみたいな色をしてます。いただきます。おいしい、めっちゃおいしい。あ、これ懐かしい味だ。はぁ、卵ボーロ食べるの何年ぶりだろう。めっちゃおいしい。おいしいね。これをね、ちょっと紹介したかったから持ってきてましたね。はぁ、年の数だけ食べるっていうと、宮蔵ちゃんは5歳、バーチャル5歳とかだからあと3個かな。バーチャル5歳。鬼もいい子にしてんだったらうちおいしい。まあ、うーん、ボーロいいわ。ボーロとってもいいです。はぁ、いいよ。ボーロはいいね。で、みんなの恵方巻きを見ようかな、など思いました。ちょっとこれは、よいしょ、はい、これはですね、あの配信確認用アカウントの方から見ているのでですね、なんかこのちっちゃくなるのほんとやめてほしい、勝手に。じゃ、一旦ここからハッシュタグを見ていこうと思います。よいしょ。あ、なんとアンディちゃんとリノちゃんのアクスタと一緒に撮ってくれてありがとうございます。はい、本日宮蔵と恵方巻きでですね、みんなの
食べてる恵方巻きをオラに見せてくれということでツイートしてもらったんですけど、かわいい水木さん、イワシカちゃんの話出てしっかり引っ張ってきてくれてたイワシカちゃんこの子です、かわいいですね、イワシカちゃんでしゅはい、スレインさんはあれなんだろう、卵、キュウリ、卵とキュウリは絶対入ってる、なんだこれ、ソーセージかな、魚味噌、美味しそう、一緒に食べてくれてありがとう。サクヤンさん、あ、サクヤンさん、サクヤンさんもしかしてあれですか、解明なされた、作家亭さんにあれですか、弟子入りされた感じですか。画像だとちょっと伝わりにくいですけど、一般的なスーパーで売られているものの 1.5 倍くらいあります。ちなみに大食いの私仕様ではなく普通に売られています。すごい、あれかしら、服をたくさん巻き込めるようにっていうことででっかいのかな、3食いけそう、3つに切って1日丸1日これで生きていけそう、ありがとうあ、LINE の音でごめんなさい、すいません、切るの忘れててあの、猫の気持ちさんから DM 来ただけですごめんなさいねよいしょ、ミフィさんはさっきね、自分で巻いてるっておっしゃってた、この間ジーニアシスタントの宮蔵ちゃんと撮ってくれてる、ありがとうございます。私は去年の反省を生かし水分の少ないものを巻いてみました。イワシの竜田揚げ、マグロ、タイ、サーモン、ブリ、だし巻き卵、おかかごぼうで7種類豪華、ちょっとここにワープしてこないかな、ミッフィーさんの豪華だね、どんな味なんだろう、美味しそう、おかかごぼうって聞いたことない、おかかとごぼう混ぜて作ったやつ的なこと、どんなんだろう、美味しそう、素晴らしい、やはりね、料理男子うち多いからなかなか素敵なものが見られます。巻き巻き、恵方巻き、ドラゴンちゃんどうしたの、それ恵方巻きじゃないね、チョココロネだね騙されてるね、パパちゃんにね、ドラゴンちゃん赤ちゃんだからこれあのジンギスカンのジンくんの今年の干支のね、ドラゴンを着ているジンくんなんですけど、今年生まれたばかり赤ちゃんみたいな顔してるでしょう、これ恵方巻きだって騙されてますね、パパさんにね、何してんねん赤ちゃん騙しちゃダメだから、初めての行事だからね、ドラゴンちゃんにはマヤンさんたらお茶目なんだから、ありがとうございます。さてこちらは、KT さん、近所のスーパーダイエーという名のイオンで買い増しです豆がなかったので代用の豆、あえー、なんかこの熟成マグロの恵方巻きめっちゃ美味しそうじゃないですか、しかもなんか安くなってる全部安くなってる、お得だ、お買い得だ、買い物上手、いいね、へえ、海鮮七福巻き、お出汁亭卵の味わい太も、あ、全部美味しそう、いいな、ダイエーという名のイオン、いいな、イオンちょっと憧れがあるんですよ、ずっとずっとなんかイオンみたいなものがないところで暮らしているから。ひづきさん、一足お先に食べちゃいましたが、せっかくなので恵方巻きロールちゃんの、毎年そうですよね毎年毎年恵方巻きロールちゃんと撮ってくれてると思う、東がこ、東じゃない東ーロール山ー西ーロール山ー一緒やないかーい、左が今年で右は6年前、6年前、何
ジンくんが綺麗。ジンくんがいっぱいお出かけしたんだね。一緒にお出かけいっぱいしたね。あ、そっちじゃなかった。よく見ると6年前はジンくんの頭の上まであったローレちゃんが、今年は耳の横までの長さ。ほんとだ、縮んどる、縮んどるわ。メンバーシップ登録ありがとうございます。違うな、メンバーシップギフトかな。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、見えない。あった、尾藤さん、メンバーシップギフトを送ってくださりありがとうございます。ジンくんが成長した説。確かに、いっぱいいろんなとこ行ってね、美味しいもの食べてね、ちょっと成長しちゃったかもしれないね。はあ、なんと、あのメンバーシップもありがとうございます。はひゃー、へへへへへへ。なんかお話が逆になっちゃったから、なんか尾藤さんに申し訳ない。でもありがとうございます、ゆっくりしていてください。1月じゃない、もう2月だった。2月の壁紙使ってください、今日が一番旬です。シルフィーさん、今年も推しの作品とたくさん出会いたいとの願いを込めて、推しの商売繁盛を願いながらいただきます。なんていい人なんだ。厄除け担当のイワシくんも添えて。へえ、イワシで厄除けできるんだ、いい話だ。海鮮だ海鮮、バッチリ海鮮、ナイスやで。アンジちゃん、ティノちゃん、ありがとうございます。こうやって見るとなんかアニちゃんの方が背高そうだけど、縮尺一緒なのかな。足投げな、アニちゃん。そんなこと今気づくっていう。さて、ゼロデシベルさん、なんとか当日確保に成功したので、恵方巻きは既製品で、ラインナップはこちら、海鮮七福巻き、エビサラダ巻き、唐揚げ恵方巻きハーフサイズ、白菜と油揚げの味噌汁だけ作って、巻き寿司はいつも通り家内と半分こ、お腹いっぱいで眠い、ハッピー。いいよね、美味しいものを半分こしてお眠になっちゃうなんて、ハッピー以外の何物でもない、いいね。なんかこのこさちょんちょんちょんって階段みたいになってるのめっちゃ可愛いね。ね、奥様の方もこう同じ風になってんだろうなって思うと、なんだかとってもニコニコしちゃいます。中身もいっぱい入ってる、すごい。ちょっとなんか唐揚げ巻きっていうのが今回私はまだ体験したことがないやつだ。イワシの頭とヒイラギだっけ、厄除け。そうかそうか、あれ、なんかあのあんま良くないあれで、イワシの頭も新人よりからみたいなのは聞いたことあるけど、よいしょ、どれどれ。冬さん、ありがとうございます。恵方巻きとイワシ煮とイワシの大判巻き梅肉フライ、美味しそう。お惣菜だけど節分にはイワシさんもセットで、あ、やっぱみんなそうなんだ、厄除けでイワシを一緒に食べる。なるほど、覚えた覚えたぞ、書いておかないと忘れちゃうかもしれないけど。一応覚えたぞ。恵方巻きはシンプルに穴子巻き、穴子、かんぴょう、きゅうり、卵焼き、桜伝布入りのようです。桜伝布ね、今回全然当たらなかったけど、桜伝布って入ってるイメージあるわ。確かにね、なるほどなるほど。ピンクでね、かわいいもんね。おお、来たこれ、三元豚ヒレカツ太巻きだ。これってやっぱあれかな、ソース味なのかな。田中ガンダムさん、恵方巻き買ってきました。
ひでかつとキャベツしか入ってないけど、ひょうまきでいいのかな。いいのいいのいいの、巻いてあればいいの。おのりで、おのりとご飯で巻いてあれば恵方巻きなのよ。太巻き太巻き、グッドです。でもそう考えるとさ、サンドイッチ伯爵がトランプを押せるので片手で食べられるようにサンドイッチをこう発明したじゃん。ってことは何でも太巻きにしちゃったら片手で食べられるじゃん。だからこうゲーマーの人にいいんじゃない、太巻き。ご飯とお海苔とあとおかずを巻いて、こう食べながらやる。食べながらゲームする。お行儀は悪いけどね。便利だなと思って何でも巻けばいいやっていう。はい、こちらは3匹目の旦那様さん、ありがとうございます。本マグロ、中トロ、三種のマグロが入ったマグロ巻き、スーパーの激戦に耐え抜いて購入。めっちゃいいやつだ。あー食べたーい。今これワープしてこないかな。このテーブルの上のこの恵方巻き、これになんないかな。みやぞー、本マグロ、死ぬ前に本マグロ食べたいっていうぐらい本マグロが好きなんですよ。本マグロの中トロが食べたい。めちゃくちゃうまそう。あーいいなー。羨ましい。あーめちゃくちゃ羨ましくなってしまった。ズビ、カレーライスの太巻きを作っています。あれだね、キーマとかね、汁気が少ないやつだったらいける気がするね。みやぞさんそればっかり。ワープしてこいよって。奪いつできないかも。こちらはかっこいいさん、ありがとうございます。地味に100ペット500ペットボトルと太さが変わらないやつをスタンバイ。これこう、そんなに太いの。海鮮恵方巻き、どんだけ巻いているんだ。ていうかお口に入らなくない、それって。500、500のペットボトルって。だってあーしても、あ、ちょっと待って、あがが絶対無理だと思うけどな。あいや全然入る気しない。入る気しないな。間違えてリスナーの方がワープしてきたとする。それはどうなんだろう。握手して来てくれてサンキューって言って、あちらが帰り道ですって言って駅まで送っていかないとダメかな。男の人が多いからな。あ、ちょっとお家の中に入れておくわけにいかない。よいしょ。お、これで、どうだろう。ゼロさんが、あ、でもまだ、まだ生きる。まだ生きる。まだ今年だ。去年も同じハッシュタグだったからね。去年のに行き着いちゃうかなって思った。ゼロさん、ゼロさん今札幌にいるんだね。今回は手作りではなく、セブンイレブンとファミマの恵方巻きです。かわいい。架空羊用にもおまけです。ガオガオマトンだけどラムだっちゃ。小山似てないんだけどね。あーみやぞーちゃんも乗っけてくれてありがとう。冬ぞーちゃん、冬の羊ぞーちゃん。かんくん小顔になったね。お口がちょっと大きくなったよね。ちょっともうこれは歴戦の羊飼いの友達に向けてだけ言うんですけど、カン君あれだよね、前髪のところがすごく変わったのと、お口がちょっと大きくなったよね。かわいい。なんか前髪クリーミーになったよね、前よりね。今年もあれだな、竹内画伯の鬼の面すげえな。鼻は
鼻は色塗らないんだな。かわいいなぁ。カン君2号、ギュギュ、小顔になったカン君、かわいいなぁ。ブラジャー誰にもらったんだろう。ラムダっちゃ？耳カバー、耳カバーというか角？角と。羊飼いさんも持ってきてくれたのかな。それとも社長の奥さんが作ったのか。すごい。かわいいね、カン君。今年も鬼役頑張ってくれたんだね。カン君いつもはね、乱暴みたいなこと言われんの。すごく嫌がるけど。節分の時だけは鬼役頑張ってやってくれるんだよね。優しいね。強くて、可愛くて、優しいマトンです。ジンギスカンのカン君って言います。もしご存じない方がいらっしゃいましたら、お手元のスマホや PC で、ジンギスカンのジン君と、こう、検索していただいてですね、ジンギスカンのギス君、カン君のことも知っていただけたらと思います。ちなみに、私はただのファンで、関係者ではございません。はい。ゼロさんありがとう。では次、キティさん第2弾。昨晩のうちに確保した恵方巻きもどきで、ひでかつ巻きだからか、もどきなのか。美味しそう。でも小運ってちゃんと書いてあるのね。書いておけば言霊が宿るから多分運が招かれると思う。いけると思う。そしてもうこれは2023年2月3日だから去年のですね。ああ去年も伝説の一品使ってた。これ全然覚えてなかった。カンナさんがスクショ貼っててくれることで気がついた。書いてあった。はや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 。去年はこんなでしたね。そうだ、ウェブポンさんのね、やりますよって告知したから、懐かしい。いまだにクッションパツンパツンですからね、すごいなーって思って、1個もらったんで。というわけでハッシュタグに参加してくれたみんなもありがとう。増えてないかだけ確認するね。増えてなさそうかな、ハッシュタグ大丈夫かな。ちょっとね、ツイッターくんがね、気まぐれでね、私これわざわざ新規のアカウントを作って、誰もフォローも、フォローもしてなければ何の設定もいじってなくって、なのでブロックとかミュートもしてなくってですね、誰かを恣意的に省いたりとかすることはできないようになっているので、映ってない場合は本当に単純にツイッター君の何かの気まぐれで映っていないだけなので、気にしないでください。あなたも私も悪くない、だから気にしないでください。でもし せっかく送ったのにっていう方はリプライいただければ見に行きますので、ぜひ教えてやってくれると嬉しいです。ブラしてるってことは普段出してって出しっぱってこと？パーン。羊だからね、毛があるからさ、全身いつもなんかモコモコの着てるようなもんだから。ラじゃないの、ラじゃ。ラじゃないの、ね、はい。というわけでね、ツイッター X 君のちょっと気まぐれに振り回されつつ、今日はこんな感じで大丈夫かな。でも初めての絵画、ぬるぬる動く絵画たち、ぬるぬる動く絵画たち、大人のためのムフフな世界なの名画たち、とんでもないプロモーションが流れてきている。とじとこ。びっくりした。なんか名画をさ、優しく解説みたいな今風の絵柄でそういうやつかと思ったら全然違った。びっくりしちゃった今。
ダメですよ、この配信は。ちいちゃい子が見ている可能性もありますのでね。そんな、大人向けな内容は、広告しないでいただきたい。あ、かさみやさん、ポストしてくれてる？じゃあちょっと見に行こう。かさみやさん。ちょっと待ってね。ウィンドウキャプチャーを切った段階で、かさみやさんも見に行ったから。よいしょ。今、会いに行きます。今、会いに行きます。ハッシュタグのも増えてた。ありがとう、みんな教えてくれて。嬉しいんだよ。サミヤさんのやつを、どこから並んでいるかな。よいしょ。待ってね、検索とかするためには私は一体キビバインドを切らないことにはまた偉いことにしよう。よいしょ。にゅっ。ナルセの方から見に行った方が早いのか。ちょ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 。ハッシュタグつけてつぶやいておいた。ありがとうみんな。助かるー。もうちょっとしっかりしてほしいよ。でもね、使わせていただいている以上、あまり文句言うのも良くないかなと思っていたんですが、メインのアカウントはアカウント守ろうと思って課金をした以上、なんとなく、いや課金もしてるしなーって思っていたんですけど、つい先日、さらに課金をすると、広告出なくなるよ。っていう風に言われて、お前この野郎って思いました。しかも結構値段が高い。なんでよ、なんでそんなに、なんでそんなにさ絞り取っていくのよ。ひどいと思って。広告が出なくなるのはいいけどさ、困っちゃう。本当によ。よいしょ。はてー、よいしょ。誰かに引っ張ってもらうしかないか。大抵こういうとこから見れるんだけどな。探すのはどこに行く。焦る。焦る。どういうことなの。あ、いたよ。よいしょ。あ、ようやくたどり着けた。おー、ほんとにやめてよ。教えてくれなかったら、ほんとにわかんなかったかもしんない、こんで。よかったー。はい、かさみやさんが投稿してくれてたやつ、たどり着けました。よかった。ありがとう。ごめんね、ほんとに。いつもよくしてくださってるのに、ほんとに。恩をあだで返すみたいで申し訳なく。はい、こちらかすみやかなたさんです。私の違反巻きはこちらです。
17時くらいにポストを確認したので急いで購入してきました。そこまでしてくれたのになかなかたどり着きない。ひどい。ありがとうございました。丸かぶりマグリをたたき巻き。マグロたたき巻き。丸かぶり納豆巻き。あ、納豆巻きの丸かぶりもあんのか。そっか、納豆巻きもいいよね。でも一気に食べるには結構難易度高めの糸切れない事件だよね。なかなか。マグロたたき巻き、おいしい。そう、ありがとう。うん、でこっちね、ムダレオさん半額やないか。半額シールの自慢やないか。エビ好きのためのエビカツ巻き。カツだけでなくタルタルソースの中にもエビを入れました。豪華。半額ラッキー。買い物上手。仕事帰りでお買い物待っててくれたのね。いい感じ。ツイートの言い方もいい感じ。待っててくれたのね。ありがとう。よーし、これで拾おう。いい忘れはないかな。ほんと嫌になっちゃう。もうあなたのことは大好きなの。イーロンマスクが私とあなたの邪魔をするの、それだけなの。間に合った？ギリギリ間に合ったよ。これとね、こういうの食べたよ。みんな食べたよ。行こうか。はい。まあ、なんだ。やっぱ、お値段って、美味しさの担保でもあるなっていうことを伝えたい。後から来てくれた方には。やはり、なかなか手の込んだ美味しい恵方巻きでした。スペシャルコラボのものは普段着の美味しさとね、よそ行きの美味しさとあるからね、時々によって選んだらいいと思うけど、だって毎日デパ地下のすごい豪華ななんかご馳走とか食べてたらグラム単価がどんどん上がっていくだけじゃない。なんかいざという時になんか喜べない感じがするからね。あえー、やらかたおるさん紹介できんこと。ちょ、やらかたおるさんとこ行くわ。ちょっと待ってね。やらかたおるさんさっき見た気がするわ、どっかで。ちょっと待って。でもやらかたおるさんそもそもあれじゃない、もしかして。ちょっと待って出しっぱなしでやってしまった。やらかたおるさん、あれじゃないか。普通に検索で出るんじゃないか。ちょっと待ってね。やば。やば。もしかしてタオルメーカーさんとか出ちゃうか。やば。やば。タオル。違う人だな、これは。やらかたおるさん。パインジ他、かっこ、抜群の吸収力って書いてあった。マルイチさんのポストに引用ポストしました。ありがとう。みんな、みんな優しい。ありがとうね。みんなありがとうね。よいしょ。ミヤはどこを見ればいいんだ？配信用のやつとかを確認すればいいか。優しい。ありがとう。カサミヤさんもあれか。引っ張ってくれたのか。誰か柔らかタオルさんも頼む。ハットの方を見ればいいってことかな。で、
課長さんのやつも言ってない気もするもんな。ちょっとね、あ、コードさんのとかもこれであるわな。ちょっと待ってね。はい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 、ちょっとアットの方で拾える人がいる。あー、そうか、柔らかタオルさん、ダーク柔らかタオルなんだ。そうかそうかそうか、アカウント名間違えてた、ごめん、ありがとうミヒさん、サンキュー、サンキュー。紹介できる、これで私は見逃したくない、みんなの恵方巻きを。なにこれかわいい。柔らかタオルさんの恵方巻きこちらです。めっちゃロールちゃん買ってる。ロールちゃん、ロールちゃんと三種のマグロ、海鮮巻きとミルクレーン。すごい可愛いんですが。かわいい。え、あー、いい断面図ですね、これは。うまそうですね。うまかった。あと、あのロール、ロールちゃん2本とも全部食べた。ありがとう、ミミさん。あと、かさみやさん、ありがとう、マルイチさんのやつ。よいしょ。すごい綺麗に切ってある。わー。パーリーだね、マルイチさんのやつ。パーリー。何種類か入ってるやつなのかな？豪華でいいね。ありがとう、見れてよかった。やっぱりでもね、きゅうりと卵は結構高確率で。あ、これなんかネギ入ってない？マグロ、マグ、ネギマグロじゃない？ネギマグロには目がないんですよ、私。で、デカチョウさんの、デカチョウさんのこれなんだろう、当てようぜ、みんなで。中身当てようぜ。これはちょっと難易度高い。海鮮っぽい。イクラと、とびっこと、サーモンは入ってると思う。あとなんだろう。ちょっとなかなか難易度高い。卵入ってそう、とこ、これ、これ、この辺。ネギトロです。あ、ネギトロだよね。ネギトロいいな。実はまだ食べてなくて。お腹が空いたら食べてね。寿司飯が入ってんの間違いないんだけど。確かに。明太子。なるほど。明太子もいいかもしれないな。あ、クオゾさんのやつ2人ともやってくれてる。ありがとう。我が家の恵方巻き、木はこちら、恵方巻き風生春巻きとなります。今年の一番おしゃれでしょうはコードさんです。コードさんが一番おしゃれでしょうです。これを恵方巻きと言って食べるのは大変におしゃれです。多分秘密基地一おしゃれな。すごいな、生春巻きでっていうのは全然想像したこともなかった。すごい、ありがとうございます。これは紹介できてよかったな、ありがとう。みんな、みんな、ここにあります、ここにありますってみんな言ってくれて本当に感謝、ありがとうね。せっかく投稿してくれたんだから見たいし紹介もしたいの、ありがとうね。めっちゃ助かった。ありがとう。タオルちゃんは安かったのでイチゴは食べました。ミルクレアはポケモンコラボパッケージの。パッケ紙って可愛かった。いや、お手数かけましたわ。こちらでございます。ありがとう。みんなの、なんていうの？協力プレイで見れたから。とっても良かった。ありがとう。団結力あって、うちの子たち本当にすごいし、偉いし、私誇らしい。ありがとう。ありがとうね、本当に。今すごくハッピーです。ありがとう。臆さずに。あ、
俺も出しましたって言ってくれるのと、あの私がどこどこってなってる時に、お、みやぞん送っといたよって言ってくれるみんな、ほんとかっこいいし、めっちゃアイスありがとう。みやぞんさんもコラボ商品使ってください。これふりかけとか掃除ソーセージとかちいかわちゃんぐらいまで有名になんないとなかなかできないよね、ふりかけとかをソーセージは今ここにあるよ、ちいかわちゃんのソーセージいいよ、ほらちいかわちゃんのフィッシュソーセージ、これね、小腹が空いた時にすごくいいんだ。ちっちゃいの、ほらこんなちっちゃいのしか入ってないから、ミヤの指ぐらいしかない、ほら、じゃミヤの指ぐらいしかない、こんなちっちゃい、ちょうど小腹が空いてちょっと食べれるみたい。そしてシールカードがついている、このね、ちょっとしたおまけがね、嬉しいんだな嬉しいんだな。どうしても引っかからなくなってしまったんで、ほんとね、ごめんね、はぁ、本当に私たちが全力でデパルスしてた頃のツイッターに戻ってほしいね。こちらこそ拾っていただきありがとうございます。そんなことないんだよ、みんなが参加してくれなかったら寂しいだけなんだから、ありがとう、いつもありがとう、本当にありがとうね。ちいかわ過去小川ちいかわさんかわいい、はあ、リプライバンクラって入れる、自分のアカウントが見えるのに謎である、そう、わかんないんだよね、ほんと理屈がわからん。私もなんか絵がついてるツイートがなんかセンシティブ扱いになるみたいな時も特に警告来なかったし、なんかつーちゃんとかがやべえって言ってたけどうち全然大丈夫だったし、謎なんだよね。良い飯テロでした、また来ますね、ありがとうございます、またいらしてください楽しんで行ってくれてたらいいな、ありがとうね。普段はご飯を食べたりゲームをしたりしていますミフィさんはセンシティブでしゅって怒られるなんだろうね、あれね、不思議、わかんない、全然わからん、もうなんかそのせめてね、理屈がわかるんだったらいいんだけどね、なんか意味もわからんのにこうミュートされたりとかバンされたりとか、シャドーバンみたいなのとかなったりとかさ、それがほんまに困るんや、せめて理由を知りたいよね。お前は存在自体がセンシティブなんじゃとか言われても、いやいやいや息しとるだけやねんみたいなね感じになっちゃうじゃないね。そう、しかもなんか最近さ、外部のシャドー版チェッカー通してもわかんないシャドー版があるとかさ、もう意味がわかんないほんとに、あーやだ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 普通にみんなと仲良くしたいだけなのにさ、なんなっちゃうね。あ、そうだ、お昼にみやぞんが巻いた恵方巻きはクリエイティアの方に出そうと思ってます。クリエイティアってなんぞという方は概要欄を見てくれると嬉しいです。なんかファンボックスみたいなやつです。私が毎日のようにブログを書いたり、たまによくわからんボイスをアップしたりとかされているところです。絶対に保証されている更新は月2回もしくは4回のボイス更新、
それはね、プランによる。500円だと2回。1000円だと4回みたい。わかりやすい設定。それで、最低更新保証はそうなってますが、だいたい毎日のようにブログを書いているので、なんとなく暇つぶしになるようなところです。この間この画像はセンシティブですっていうツイートを見つけてどれどれと思って開いたら全く関係ない何かの説明文でした。なんか一時期ね、こうワンクッションを置くっていう意味で、例えば エッチじゃないけどちょっと例えば BL っぽい絵を隠すのに、この絵はセンシティブですみたいな設定で投稿するっていう、なんか謎マナーみたいなやつが一回こう流行ったりとかして、でもそれをやると AI がこういう絵はセンシティブなんだっていうのを間違って学習しちゃうから良くないみたいな啓蒙もされてて、その類の誤爆かも。どれどれよく考えたらセンシチューブをどれどれって見に行ったってことになるから、ちょっぴり恥ずかしい投稿だったんだねこれ暴露しちゃったけどごめんね感想ポストも多分見れなくなってるみたいです。見たいのに、なんでだよ、もうほんと困る。おすすめしてきてほしい、もうもはやどんどん。まったく。クリエイティアは銀行口座からコインチャージできるから、クレカ持ってない人でも支援ができるよ。そうなのか。なんかね、クリエイティアさん、VK さんが動画で押してらしたから、とりあえずクリエイティアさんで1年やってみようと思って、なので1年は絶対やりきります。シルフィーさん、ボイス更新がメインなこと忘れてました何を見に来てくれている、ブログを見に来てくれている優しい。それともあれかな、モナカくんの写真を そうなのよ。なんかその日本人ってやっぱりちょっとさ、隠すことを美徳とするみたいなところがあるから、そのなんて言うんでしょう、外国の方が考えているシステムとちょっと違う、その思いつかないような使い方をしてしまって、思いつかないような多分バグを引き起こしたりとかはしている気がする。そのね、チラリズムの方がこう燃えるみたいなところが日本人があるから隠すみたいな、ミスに隠れて会話することが雅みたいなそういったねこともございますからね。だからワンクッション置けるわこの機能でって思って使っていたものがちょっと違う風に、なんというか使う側からするとちょっと不利な方向になるような学習になってしまったりとかした場合、した気はしますよね、ちょっとね。そういうね、みんなね、その本来の使い方でない使い方をねしてしまったりとかするから、オルトのメッセージとかもね、なんかオルトでメッセージ書いてあるんで見てくださいみたいなとこあるけど、目が見えない方がその写真が何であるかっていうのをこう説明を見るためについてるものだから、
なんかなんだろうな、ちゃんとそういう機能として使ってほしいなと思ったりなんかするみやぞうでした。YouTube くんの URL をつけると検索できなくなったのは謎でしたね。それはなんかあれだよね、他のサイトに飛ばないでほしいみたいなことだったのかなってちょっと思ってるけど、でもそういうために使ってるんだよね Twitter を、みんなは。いい氏がどう思ってるかわからないんですけど、 Twitter はその外部サイトを宣伝するために使っている人がすごく多くって、イー様が思われているその僕の考えた最強の X 君とはきっと違うんだよな、おそらく。ね、まあなんか使う人がみんなねいい人だったらね全然いいんだけど、やっぱり悪どいことを考えたり悪どいことをしたりする人とかがいるからなかなかね難しいよね。ああ、みやぞはなんか悪意とかを浴びるのに非常に弱いタイプの生き物だから、最近のツイッターさんとか SNS さんとかの流れが結構精神に厳しゅうございまして、だからなんだろう、楽しいこととか可愛いこととかもやかくんとかあとね楽しいゲームとか発信してちょっとでもなんか薄めていきたいなと思ってます。自分のタイムラインぐらい楽しいこととか可愛いものとかで埋めたいなって思っているぜ。なのでね、みんなにも楽しい、嬉しい、ハッピー、骨いっぱい感じてもらえたらいいなと思っています。お？なんとなんと、可愛いことといえば昨日宮沢さんのサイネージを見に行きました。ありがとうございます。映ってました？あった？快活クラブさんのやつですよね。もう完全にあの流れが雑談モードですけどごめんなさいね、食べ終わっちゃったから。快活クラブちゃん、修正版これか、こちらかな。もうあと2日 ?3、4、5 までか。はい、バッチリ見れました。徒歩で？みんなあれかな、徒歩で来たって写真撮らなきゃいけないのかな。はい、快活クラブさんでねデジタルサイネージ放映していただいておりますので、あ、それに際してねゲームメーカーさんにも許可をいただき大変嬉しいございました。サムネイル使ってもいいでしょうか、お二人とも二つ返事で、あ、どうぞどうぞどうぞ言ってくださってよかったでございます。ポンさん、初日に行ってきました、ありがとう。徒歩は遠すぎて諦めました。いやだからさ、徒歩で行かなくていいんだっては、お遍路さんじゃないんだから。修行じゃないから別にこれ。はい、そうだな、これあれかな、これも別に、特に新しい情報が入っていないのでですね、よいしょ、まだ他のところのサイネージに関しては進展がなさそうですね。
これからなんかあれでしょ、東京にも雪が降るかもしれないみたいな。徒歩だと間に合わんので明日電車で行こうかな。明日雨らしいけどもう一度行くか徒歩で。今日6時間ちょっとかけて徒歩で行ってました。え、ほんと大丈夫？ 6 時間も歩いたの？あんよ、あんよが棒になってしまっていない？大丈夫？すごくあのコンドロイチンとグルコサミンを必要としてない？お風呂でちゃんともみもみしてね。萌え感いいっすね。どうした突然。ありがとう。萌え小島に就職されました。ありがとうございます。かわいいこと、うちにも達人くんが来ました。そこでふーちゃんが達人くん僕のって占領してます。かわいい。かわいい。そうだよね、男の子に人気そう。強そうだもんね、ドラゴンかぶったジンくんね。ゆうちゃん家は今日も平和でよかった。大丈夫？お肉の入った恵方巻き食べられたかな、ゆずふみちゃんは。いやー、しるひさんも萌え感が変えました。今ありがとう。ほぼほぼね、ほぼほぼ新人スーパー新人なるせみやさんが一生懸命頑張ってますんで、温かい目で見てあげてください。帰りは電車動画ですよね。まさか帰りもですか。いやね、あのね、快活クラブさんって別にそんな修行を求めているところじゃないと思うよ。わかんないけど、漫画喫茶とかね、なんかあの休憩するとこでしょ。多分。はあ、面白い。はあ、白装束着ていったらよかった。それはもうお遍路さんのコスプレイヤーなのよ。かっこいいけどね、山伏の格好してね。どうも、みやぞちゃんの再認識見に来ました。ファン層どうなってるんだってなって、めっちゃ面白いけど。ゆうちゃんコロナになっちゃったの？なんてこった。ありゃりゃりゃ、お大事にしてください。それはそれは、なんてことだ。ありゃ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 、早く治りますように。そして誰にもね、うつらないで無事に、みんなしっかりね、治してくださいね。ううお大事にしてください。本当に快活クラブは近くにありますが、サイネージがなくて残念。そうなんですよね、この一覧にある店舗さんでしかやってないはずなので。でもありがたいことだ、無名の、私こと無名の VTuber の動画を流してくださるなんて、ありがたいお話だ。そこから来てくれる方もね、もしかしたらいるかもしれないし、来てくれたらいいな。恵方巻きでゆうちゃんさんの健康を祈らなければ、今からもう一本食べるか。かっこいい。かっこよすぎる。ニャミリア同士の熱い友情を感じる。今日の配信めちゃくちゃいい配信なのでは。すごい、私本当にあなたたちのことを誇りに思ってる。素敵な人たちが集まってくれてるわ、本当に。そうなんですよね、秘密基地のメンバーが9410人になってました。嬉しいです。ちょっとずつ本当に増えてる。嬉しいんだな。
ふふ。やっぱりね、仲間が増えて、こうやってね、仲良しが増えて、でも全然一匹狼で見てるぜっていうのでも嬉しいし、うん、なんか、はい、なんか無理やり仲良くしろっていうのをその強要すんのも全然違うと思ってるから、お話したかったらしてほしいし、一人でみやぞーちゃんを眺めるぜって方はそうしていただいて、というね、なんかそれぞれで楽しんでいただけたら嬉しいなと思っておりやすよ。もうちょっと真ん中入ろう。食べ終わったから。はい、てな感じでですね、明日日曜日なので、明日日曜日なので何かまたマリオの続きとかをね、配信をねやろうかなって思っているんですけど、死ぬほどやることがあって、なんかそれと戦いながらなので、ちょっと明言はできないんですが、できればやりたい日曜日だしみたいな感じでおります。なんかね、アクションゲームすごい下手だじゃないですか。下手だから多分ね、力がめっちゃ入っちゃうのね。それで腕痛めまして、ゲームやってない間、あんで、初めてアメルツ横横、なって、だいぶ良くなったんでやろうかなみたいな感じです。絶対なんか変な力入りすぎてるんだと思う。なんかもっと柔らかにできたらいいなって思う。でもほらさ、そういうのって慣れないとダメじゃん。だからちょっとずつ慣れて、もっとかっこよく活躍できるようにならんとって思ってます。そう、なんだろうね、左腕のなんて言うんだろう、手首を内側に向けた状態で上側になる、外側になると、このなんか部分がこう腫れてまして、本気になりすぎやなったったからね、なんかちょっと自粛してたんですけど、ちょっともう痛くなくなったからいいかなみたいな。腱鞘炎ではないんだけどね、腱鞘炎はね、実は結構な量絵描いててもなったことなくて、あや、なんかあーさんのお母様、お大事なさってください。あらららら、手術成功して早く回復するといいですね。よかった。しっかりそばにいてあげてね、お母さんのね。息子くんがそばで優しくしてくれたら治るのも早くなっちゃうと思うから。やどんもあれかな、もなかくんの肉球を押そうかな。むにゅ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 。はい、そんな感じで明日も配信ができたらいいなという気持ちはありますというのをお伝えして、そしてまあ大体多分8時から20時ね、20時からで、ね、遅くとも9時とかなると思います。最近はやっぱりなんか8時といったら
全員集合みたいなね感じになってますけどそういう方がまだしもね、ゲリラだったとしても、お、8時や、みやぞー今日は配信しとるやんけみたいに来やすいかなみたいな気持ちはあります。本当はね、全部ね予定とかねガチって決めてやれたらかっこいいんだけど、うん、スレインさんかっこいいな。ゆうちゃんさんのことを願おうと思ったけど、これはニャミリア全員の健康を祈るか。恵方巻き2本目いただきます。頑張ってください、みんなの健康をかけて。スレインさんの戦いが始まっている。東北東ですよ、しっかり東北東見てくださいね。私はこの後、0時になると同時に春お札を貼ったら今日のお仕事はおしまいです一応来福のお札をね準備してあるんで、しっかりバッチリ貼って今年もたくさんのお仕事をいただこうと思います。はぁ、ドキドキ。ゼロデシビルさん、スレインさんの胃腸が心配なんで、こっちも恵方巻き追加で食べるか。コドさんも、私も恵方巻きという名のロールケーキをいただきます。みんなでみんなの健康を祈って。なんとなくさ、こう大切な人に祈られた方が自分一人で祈るより強い感じするよね。これから買ってきた恵方巻きをいただきます。召し上がれ。なので今年はまあ天達神社に行ったんですけど、あのお互いにお互いを思ってお守りを買って交換しました。なんか大好きな人にもらった方がやっぱり効果があるかなみたいな感じがあるから。今年もみやちゃんに絵を描いてほしい。お、描きます、描きます、愛を込めて、ありがとう。今年はみやぞーの絵を描くぞ。まあ描いてください、嬉しい。自分が絵描いてるもんだからね、なかなか描いてもらえないんですよ私は。嬉しいです、人の描いてくださったみやぞーちゃん、よろしくお願いします。というわけでね、今年も恵方巻きの配信をさせていただきました。去年に続いて、去年はね恵方巻きのお勉強とか結構したから、今年はもうただ食べるだけでしたが、いやー、セブンイレブンさんさすがでした。5本とも全部美味しい。そしてよそ行きの美味しさと普段着の美味しさの違いもしっかり分かった。お値段でねバッチリ分かれてんだなーって思いました。アナゴのも、すき焼きのもすごい美味しかった。さっぱり派にはアナゴ、こってり派にはすき焼きかな、やっぱり。すき焼きにしてはね、やっぱりさっぱりはしてますけどね。アナゴに比べたらやっぱちょっと重いかなって感じはするんで。うん。そんなわけで私は残った恵方巻きを明日も食べますけれども。美味しい太巻きだもんね、単にね、太巻きフェスティバルみたいなもんだもんね。ね、マイアプレシアード。あー、ビトーさんってスペイン語圏の方もしや。もぐもぐみやぞうさん、癒されました。ありがとう、もうふさん。あと、また来てくれてありがとうね。この間ね、マリオの時に来てくれたんだよね。ありがとう。配信終わったら食べます。もう夜遅いからほどほどにね。ではでは、みなさん。また、次の配信でお会いしましょうね。あ、ちょっと待って。
ごちそうさまでした。そういえば猫姉さんの健康祈願を忘れたので一緒に祈らせていただきました。お腹いっぱいですギフありがとうございます。猫ちゃんも喜ぶと思いますグラシアスそれではそれでは皆様、またの配信でお会いしましょうね。ありがとう、ご視聴ありがとうございました。またね。みんなの投稿を見てたら本当にいろんな種類の恵方巻きがあって、あと今ってスイーツの恵方巻きもあるじゃない。つまりもう巻けばいいみたいな、そういう文化になってるから、なんか自分もお布団にぐるぐる巻かれていたらもうそれでいいのではみたいな。恵方を向いてお布団がぐるぐる巻きになって、さらに恵方巻きを食べたら健康ボディになれるみたいな、そんな儀式になっていく気がする。巻かれて巻かれて一番真ん中になるのは何なのかな。それはあなたの心ってね。恥ずかしいこと言いました。